さあまた何か悪い巧みでもしてるんでしょうか。キコが新たな公務に出かけられましたけども、なんか勝ち誇った顔をされてるわけです。ベトナムでは大敗してましたけどね。エーミア5世ブループラネット賞表彰式、エーミアは10月は公務でいっぱいなんですね。おかしい公務がいっぱい入ってるんですね。まあまずはこちらね、持続可能な地球環境の実現をと、紀子様はそうで祝福、 SDGs 関連でも言うんでしょうかね。まあ、SDGs ってまあ冗談ですから、グローバルレベルの事業開拓に過ぎないですからね。それ金儲けの手段であって、そんな金儲けの最低未来のなんちゃら賞とかに秋篠宮家がですね、隠れ目に使われてるだけでしょう。その前にエーミア家の資材をですね、節約していただきたいなと思いますけどね。それがよっぽどね、環境にいいんじゃないの。あんなバカでかいと置いて。エーミアご夫妻は4日東京都千代田区で開かれたブループラネット賞の表彰式典に出席されましたと。で、同賞は地球環境問題の解決に貢献した個人や組織に贈られるもので、今回は A プリマス大のリチャード・トンプソン教授ら4人が選ばれましたと。エーミア様式典の挨拶で、この賞が世界の人々の環境への意識を高め、積極的な行動を促す契機になりますことを祈っておりますと述べられました。やっぱり環境っていうのは政治的な背景も結構強いですから、私的には環境問題なんてないと思ってます。そもそも地球温暖化なんてないと思ってますので、割と政治分野になってくるような気がするんですね。まあ、ですから皇族がまあここの問題に踏み込んで発言するのはまあいかがなものなのかなと思います。やっぱり政治的なところから距離を取ってもらわないと、皇族としての中立性は保てませんからね。コメントです。ジャニーズ問題でこれだけ日本のマスコミの姿勢が問われている現在、なぜエーミア家の税金の使い方には切り込まないんだろう。ジャニーズによる忖度が話題になってるわけで、もっとひどいことをやってますからね、エーミア家っていうのは。まあ、ジャニーズっていうのは、まあ、NG リストが出てきて、騒然となってますけども、NG リストどころではないですからね。もう絞ってますからね、そもそもね。宮内記者会しか入れませんからね。そしてその宮内記者会のメンツでも約束を破ったら、罰則規制があるわけです。このジャニーズよりひどいですよ。いつか僕は必ず問題化すると思ってますけどね。我々庶民は、ジャニーズ問題同様、BBC など海外メディアがエーミアの取材報道してくれるのを待つしかないのか。まあ日本メディアはもうダメですよね。テレ東さんぐらいしか存在してないのかなと。ちょっと変わり始めたなっていうのは感じるんですけどね。まあ記者が厳しく追及してたりする描写が結構週刊誌では増えてきたなと。まああまりにも遅すぎますけども、そういう動きが活発になってくれればいいものの、やっぱり外圧か、大手メディア以外が問題化していく必要がね、あるんじゃないのかなと思います。次に来る爆弾は過去の結婚とか悠仁の東大裏口進学とかでしょうね。それが大きな爆弾として控えてるわけですよね。とんでもない威力を誇ってるんじゃないのかなと思います。まあ、あとはサラパリンとか、これもかなり爆弾になりかねないと思いますけども、パリンってなる前はやっぱりまだ聞いてますから、忖度が、その忖度がなくなったらとんでもないことがめくられ倒すんだろうなと思いますけどね。どうも未だに腑に落ちないのが、小室圭氏がアメリカに留学してニューヨークというバカ高いお金がかかる土地で、経営語費、生活費、学費など少々のお金は誰が支援していたんだろうか。それは奥野さんとか、結局奥野さんは秋篠宮の友達ですから、秋篠宮なんじゃないですかね。この疑問は多くの国民が疑問に思うことだけど、仮にいろんな便宜が国から小室圭氏に与えられていたら、それは大問題だと思うと。もうすでに大問題なんですけどね。しかしながらメディアは騒がないわけですよ。握りつぶされてるわけですよね。これはジャニーズと構造が一緒なんですね。常識的に考えて、小室氏の留学から司法試験合格まで莫大なお金がかかったはず、スポンサーなしには考えられないと。エーミア家の人たちが日本の税金への意識を高めて積極的に会計監査を受けることを祈っております。まさにおっしゃる通りだなと。まあ、秋篠宮家が世界を旅行することによって、日本とその国の関係が悪くなるっていう災害と、エーミア俳句の法則で起きた災害ですね。本当にあるんじゃないのかなと思ってますけどね。私はそんな霊的なことはあまり信用しませんけども、偶然とはいえ、あまりにも起こっているので、やっぱりデスノート的な存在なんでしょうね。そんな中、エーミアは鹿児島に行かれるんですけども、私はね、相当引っかかったんです。これ被せてますよねっていうのは、天皇皇后両陛下が鹿児島国体に今行かれてるんです。まあ、なんですけども、秋篠宮も、ね、その後に行かれるのがなんか速報で流されてるんですね。行く前に、報道が出ていますし、なんか潰しに来てるような気がするんですよね。あえて被せてません？エーミアはベトナム行ったばっかりだし、鹿児島も3ヶ月ぐらい前に行ったじゃないですか。なんでこのペースで来るんですか？すごい、見えすぎてきたなと。
そろそろ本格的に国防になろうとしてる動きが結構ね、見えてきてるなと思うんです。というか、刺客が一人ついてくるんですね。高円宮久子様ら皇族4人、国体競技観覧へと、9日から順次鹿児島入り、鹿児島県は2日、鹿児島県国体に天皇皇后両陛下と永宮寺の各様に加え、皇族4人が出席されると、発表しましたと。競技観覧のほか視察で県内各地を巡る。過去がついてくるんですよ。いらんでしょ、これは。鹿児島入りの順に、悠仁親王の次女の、陽子様、明子様、それから久子様、高円宮家の長女、継子様。観覧するのはバレーボールやボクシング、サッカー、なぎなたなど、計12競技に上る。県はこれまで両陛下が7日の総合開会式と8日のフェンシング競技、佳子さまが17日の陸上競技と総合、閉会式に臨席されると明らかにしていました。なんで佳子が行くのか理解不能なんですね。焦ってるような気がしますけどね。潰しに来てるんじゃないのかなと。で、結局報道はね、佳子をピックアップして報道させるんでしょとしか思わないですね。佳子さま、爽やかで素敵ですと。スポーツの祭典にはこの方のはつらとした雰囲気がよく似合いますと。本当にそうです。久子様と信子様こそが皇族議員にふさわしいと思います。なんでフィントなんですか？なんで予備議員に貴子がいるんですか？上皇夫妻や某宮家ばかりではなく、他の宮家の方々のご活躍も積極的に報道していただきたいです。で、こちらですね。一つの大会、それも国体になれるもの皇族が集結するのは異常ではないだろうか。天皇皇后両陛下と高円宮久子様のですね、3人で、十分でしょうと。それはそう思いますね。過去は足引っ張るんじゃないのかなと。批判が大きい過去へ行くことによって他の皇族方も悪いイメージがつけかねないじゃないですか。過去が行くのはやめていただきたいな。それからここにも過去行くんですよ。28日から過去行くんですね。永宮ご夫妻27、28日に鹿児島県訪問、全国障害者スポーツ大会開会式に出席。佳子様も28日競技館内へ。また行くんですよ。鹿児島2回行くんですね。国体と障害者スポーツ大会、開会式ですから、また違いますから。行き過ぎでしょ。これを行くんだったら国体行く必要ないですよね。だからかぶせに行ってんじゃないのかなと。この秋篠宮の行動も、両陛下の嫉妬から来るかぶせなんじゃないのかなと思うんですね。また潰しに来たなと。鹿児島県の塩田知事は6日、永宮ご夫妻が27日から28日まで県内を訪問されると発表されました。で、28日から30日に開かれる特別全国障害スポーツ大会燃ゆる感動鹿児島大会の、開会式などに出席するため、永宮家の次女佳子様も28日同大会の競技、観覧のため鹿児島県を訪問される。これは明らかに秋篠宮の公務が多すぎるなと思いますし、しかもこれ速報になっていますから、メディアがどちらに力を入れているかっていうのは明らかですよね。どうせ、両陛下の方で全然報道せずに秋篠宮家の報道ばっかりするんでしょうね。数比較しますからね。はい、圧倒的な秋篠宮家が多い場合は、国際社会は秋篠宮が牛耳っているということでしょう。それはエビデンスの一つになるんじゃないのかなとは思いますけども。コメントですね。また鹿児島で九州へですかと。まあなんかまたね、九州で違う別の用事がもしかしたらあるかもしれませんけどもね。悠仁の東大裏口作文ですね。永宮殿下と悠仁は7月に鹿児島県を訪問されていますし、今年に入ってからご夫妻は九州へはこれで4度目でしょうかと。行き過ぎなんですよね。佳子さまは10月上旬の鹿児島国体の閉会式にも出席されると先日記事にもありまして、佳子さまは今月2回も泊まりがけで鹿児島ということなんでしょうか。そして気になるのは、あれな明けですよね。他の方々に移らないでいただきたいなと思います。自重してほしいもんだなと。それほどたびたび同じところへお出ましするのは何か理由があるんでしょうか。悠仁の件じゃないですか。ということは悠仁は一人でお留守番なんです。あと、永宮夫妻も九州へたびたび行かれるのは支援団体があるからでしょうか。そうだったと思います。確かになんか歓迎の式典みたいなのが悠仁の誕生とかで結構あったような気がします。いよいよボットムの小論文は焼き畑農業に絞られてきましたか。まあだから誕生日の映像で稲作をポンポン出してきていますから、 2,3 年前の映像とかも本の映像がありましたけども、あれも稲作に関することなんですよね。アジアシーとかフラグは結構あったんでしょうね。トンボはもしかしたらフェイクかもしれませんね。トンボって見せかけて稲作で来るんじゃないのかなっていうのは僕の予想ですけどもね。まさかのハイブリッドかもしれませんけども、そういうのもあるんですよ。トンボとハイブリッドの論文みたいなね、はい、だから焼き畑農業の民族学のみたいなで稲作みたいなのは全然考えられるんじゃないですか。
赤トンボなら中越の新潟石川からの四国のコーチだったようなと。なるほどね、赤トンボ先生ですよね。まあアレナだけじゃなくてインフルも大流行していますから、決してマスク着用を忘れずに、選手や応援されるご家族には水筒やペットボトルの持ち込みを自由にさせてあげなきゃですね。北海道の少林寺拳法の大会でも持ち込み禁止とかをしたわけです。なぜかというと投げられる可能性があるからですよね。エミは観客より警備の人数の方が多いんですね。で、警備の問題ならもう現地に行かずにリモートの方が国民も喜ぶし、お車代はリモート出演料に名前を書いて手に入れる方策を考えた方がいいんじゃないでしょうかと。また鹿児島ですかと。前回は押しかけてきたようですけど、鹿児島には1泊100万円とされるようなすごい部屋があるんですよ。またそこに泊まるんでしょう、どうせ今回も押しかけたんでしょうかと。この一家は何かと九州に行けますけども、何かあるんでしょうかと。南日本新聞社からすると速報なんですかと。速報にするような内容ですか。宮家に来てもらって嬉しいの。おまけに佳子さまでどこか行くところがないか探しますか。押しかけて来られたんですかね。こういう秋篠宮の箔付けというか道回復のために障害者の団体さんとかに本当に真面目にやられてると思うんです。障害のある方に寄り添われてると思うんですよ。寄らないでいただきたいなと思いますよ、秋篠宮は。本当に障害者の方々のイメージが悪くなるから。まあ、というわけで思いましたわ、それは。はい、以上です。それでは皆様ご一緒に、しかしお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。